新宿会計士っていう匿名の物価ゲームやって、はいはいね、デジタル人民元共有の人たちの罠と、うん、今デジタル人民元大変だって言ったけど、はい、結局大したことないよと、はい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 、そうですね、いうことを書いてるんですよ、はい、あこのその通りだと思いました、これその通りなのこれと思いましたね、あ、はい、これがその何だろう、ここにまあ理由が事細かにその、はい、説明してくれているんですけど、はい、僕は従前に理解しているとはまあ思えないんですけど、あいえいえ、でも結局そのデジタル人民元というのはそんなにその恐れる必要ないんだなと、まあ、国の担保がないと、うん、そうなんだよな、結局広がらないので、うん、結局中国が強くなったら、うん、デジタル人民元は本当は危ないんですよ、うん、あ結局は、うん、結局世界覇権国に中国がなれば、うんうん、デジタル人民元になって、うん、世界中の決済がデジタル人民元になっていく可能性はあるんですよ、うん、だからあるんです、それはあるんですよ、うん、だからデジタル人民元単体が危ないわけじゃなくて、うん、中国っていう国が覇権を、うん、アメリカを倒して、うん、覇権を取って、ええ、アジアは俺たちのものだと、うん、地域覇権変えたりとかした段階で、うん、デジタル人民元が危なくなるんですよ、うん、はい、だから、結局国力そのものが大きくなったらそのままデジタル人民元も大きくなる。でも世界の債権市場では人民元は全くと言っていいほど存在感も影響力もないと、はい、現状では。そうです。で、なぜかというと国際収支のトリレンマっていうのがあって、はい、1資本移動の自由、2金融政策の独立、3為替相場の安定という3つの政策目標を同時に達成することは不可能であるという有名な命題である、うん、はい、3つのうち2つを達成すればどれか1つは達成できないといういわば経済の掟でもある。例えば日本、米国、英国などは資本移動の自由を確保した上で金融政策の独立を達成しているため、その代償として為替相場の安定を捨てていると、うん、変動相場と、はい、ユーロ圏もユーロ圏内では為替相場は安定しているが、ユーロ圏外に対してはユーロという通貨の為替相場の安定は確保されていないと、うん、一方で金融政策の独立を捨てている事例もある。香港がその典型例で、資本移動の自由を確保した上で為替相場は1ドル 7.8 香港ドルを中心にほぼ固定されているが、その代償として金融政策の独立を捨てていると、うん、米 FRB が利上げをすれば香港からの資金流出を防ぐため、香港も基本的には米国に追随して利上げをしなければならない、はい、いずれにしてもある通貨が国際的に通用するためには資本移動の自由が絶対的に確保されていなければならないのだが、そのためには金融政策の独立か為替相場の安定のどちらかを捨てなければならない、うん、ところが中国の場合は上記3つの政策目標のうち金融政策の独立と為替相場の安定を重視しており、人民元の対米ドルでの為替相場を半ば公然と操作していることで知られている、うん、つまり資本移動の自由が保障されていない、はい、これでいいんですかね。その通りです。だからダメだと。その通りです、うん、だから基本的にはもう、うん、このまま行ってデジタル化したぐらいじゃ、うん、まあ、あんま使わないですよね、うん、もうだって中国人自体が今、うん、デジタル人民元嫌で、うん、日本に来てロレックス買ったり、して資本を他に移せるように、うん、まあ、仮想通貨買ったりとか、うん、そういうのをやってってるわけですよ、うん、だからじゃあデジタル人民元を恐れるのさらずなの、だから中国がでかくなるかどうかだけなんですよ ね、うん、はい、もうそれで例えばアジアの東アジアは全部これでいくっていう形に、結局軍事力が上がってしまうとそれをやろうとする押し付けるようにはなるだろうというふうには思いますけれども、はい、そうか。ただまあ石油とかは抑えられてないですからね、まだ、はい、石油の決済なんかもドルですし、そこが人民元になってくるようなぐらい力つけるかどうかですよね、うん、はい、